あたあたあた、あた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 、あたたたたた。バラもございますけど、これが黄ともう白と二種類しかないんです。じゃこれとこれと1個ずつもらいます。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、とうさてこちらが先ほど市場本通りのお店で買ってきた沖縄のもち麦です。 月刀の葉っぱで巻くことからカーサムーチーとも呼ばれています沖縄では旧暦の12月8日に健康や長寿の祈願のため縁起物としてこのムーチーを食べる習慣がありますそんな餅の日の頃が1年のうちで最も寒くなることからムーチビーサーとも言われています今年のムーチーの日旧暦の12月8日は1月の24日ですそしてこの日が過ぎると 沖縄は少しずつはめいてきますところでこのムーチーを漢字で書くと鬼餅と書かれることがありますなぜ単なる餅ではなくて鬼餅なのでしょうかそれには沖縄の昔話が関係していますしかもなんと18禁の昔話なのです今日は子供には教えることのできないそんなムーチーにまつわる沖縄の昔話を紹介します お話は沖縄市文化財調査報告書第二十六週昔話を参考に作りました。それでお楽しみください。手裏の近所というところにお父さんとお母さんを早くに亡くしたアヒーという兄とウターという名の妹の二人の兄弟がいました。年頃になると妹ウターの方は久高島に嫁ぎました。 一人残されたお兄さんのアヒーの方は、寂しさや食べやりの気持ちからか、鬼になってよその家のヤギや豚を盗んできては、食べていました。そしてとうとう食べるものがなくなると、人間の子供をさらってきて食べているという噂が広がり、ーの住んでいる、久高島まで伝わってきました。ーは、自分のお兄さんがそんなことをしているとは、 家畜なら買うこともできるが、人間の子供はそういうわけにもいかない。何とかしなければ、と、お兄さんの様子を見に行きました。ウターが訪ねていくと、兄のアヒーは、いいところに来たぞ、ウター、今、薬を煎じているから、お前も食べていきなさい、と言うので、わかりました、お兄さん、と返事をしました。 そして兄がいない間に、兄がどんなものを作っているのか見てみようと、鍋を開けてみると、噂通りに、鍋には人間の子供が入っていました。歌は自分も子供を連れてきていたのでびっくりして、アヒー、兄さんは、私の子供も殺しかねない、と思い、子供をおぶって、ねえ、アヒー、ちょっと便所まで行ってこようね、と言うと、 アヒーは、ウターが逃げたらいけないと思い、ウターの手に縄をかけました。ウターは賢かったので、手にかけられた縄を外し、フールやー、豚小屋の石につないで逃げたが、アヒーは縄を引っ張りながら、ナーマイアミ、ウター、ナーマイアミ、まだか、ウター、まだなのか、と言っていました。 ウターが船に乗って行こうとするとき、アヒーに追いつかれてしまったので、ウターは急いでサバニをひっくり返し、その下に隠れていました。するとアヒーはそのサバニの上に立ち、あいやー、そこまでウターの姿は見えていたのに残念。せっかくのごちそうを逃がしてしまったなー。と悔やしそうに足をパンパン踏み鳴らしていました。ウターは、ああ、やっぱり私たちを食べようとしていたんだなあ アヒーがいなくなくるのを見計ららってから船にに乗り島に帰り島帰ました何日か経ったある日のこと、ウターはお兄さんの大好きな餅を作り、出かけました。アヒーのものには瓦を入れた餅を作り、自分のものは本物の餅を作って、それではここでウターの作ったムーチーの作り方をご紹介しましょう。 今日は沖縄で一番寒くなる時に縁起物として食べられるムーチーの作り方をご紹介します教えていただくのは料理研究家のウター先生です先生よろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますまずはゲットウの葉っぱを用意します今日ご紹介する量だと 25枚ぐらいご用意いただければ大丈夫かと思いますまず用意したゲットの葉っぱをよく洗って水気を取っておきますもしつきもがない場合は笹の葉でも代用できます続いてムーチですもちの粉もちコ 1kg に対して砂糖 250g と水 750g を用意しますボウルにもち粉を入れ砂糖を先に混ぜておきます 砂糖の代わりに粉の黒砂糖を使っても美味しいですよ。ここに少しずつ水 750g を加えて耳たぶの硬さになるまで混ぜてこねます。混ぜ終わったら半分は自分用に残りの半分はアヒー用に分けておきましょう。その際アヒー用のものには瓦のかけらや釘などを混ぜておきましょう。自分用のものはそのままで大丈夫です。 できたムーチーから 70g から 80g ほどを取り分けて、先ほど用意したゲットウの葉っぱで包みます。クッキングペーパーなどで、ムーチーを包む葉っぱの裏面にサラダ油などを塗っておくと、食べるとき剥がれやすくなります。包み終わったら、沸騰した蒸し器で20分から25分ほど蒸したら完成です。材料のおさらいです。ゲットウの葉25枚ほど、なければ。 笹の葉でも代用できちの粉もち粉 1kg 砂糖または黒砂糖の粉 250g 水が 750g ですキネや薄でつく必要がないので簡単にできますね皆さんもぜひお試しくださいそれはまた次回をお楽しみにそうして妹の歌は完成したムーチーを持って兄のところを訪ねていくと「アヒー今日はアヒーの好きなもちを」 たくさん作ってきたから、さあ、金城ンタで景色でも眺めながら食べよう、と、おだてて連れて行きました。アヒーが、瓦の入っている餅でも、パクパク食べるのを見て歌、ウターは、兄は、本当の鬼になってしまったんだね、と悲しくなりました。アヒーは、ウターが着物の裾その前を裸けて座っているのに気づき、お前の下の口は何か、と聞くので、そこは、 鬼を食べるところだよと答えると同時に驚いているアヒーを金城ンタから突き落として殺してしまいましたいかがでしたか鬼餅はこの話に由来するものでウターは村の人々から「村人全員でかかっても鬼を退治することができなかったのにあなたはすごい」と喜ばれそれ以来鬼を退治した餅のことを「力ムーチー」とか「包廃ムーチー」「カリームーチー」と呼ぶようになり 今でもムーチーを絶えた煮汁はうねふかふこう,うち鬼はそっとふくはうちといって屋敷の周りにまいたり鬼が家の中に入ってくるのを防ぐためムーチーを摘んだカーサー月頭の葉を十字に結んで人の出入りする入り口や軒先に吊るすようになったということですご視聴いただきありがとうございましたご覧いただいた感想やコメントなど下のコメント欄でぜひお聞かせくださいこれからも面白い沖縄の昔話や 観光イベント情報など沖縄に関する情報を紹介していきますのでチャンネル登録をお願いしますそれでは次回お楽しみにバイバイ